こんにちは、ヘルバスファームです。今日は僕が愛用している育成ライトの月読みやロキ、またライト関連のアイテムとしてライトスタンドやサーキュレーターなどを開発販売しているバレゼさんのオフィス見学に行ってきましたので、その様子をお届けいたします。以前から一度お邪魔したいと思っていたので、ようやく実現できました。バレゼさんの製品は機能面が優れているだけでなく、インテリアに馴染むおしゃれなデザインを気に入っているのですが、それを販売している会社だけあって、オフィスやギャラリーもかなり素敵な空間でした。一緒に行ったリマアイアンクラフトさんと終始興奮しっぱなしでした。撮影の許可もいただけましたので、ぜひ皆様にもこのおしゃれな空間を共有できればと思います。撮ってきた映像を流すだけの動画になりますが、この動画をご覧の皆様はバレゼさんの製品をお使いの方が多いと思いますので、どんなオフィスなのか気になる方も多いと思います。ぜひ最後までご視聴いただけますと幸いです。それでは今回も見ていきましょう。ではツアー開始です。まずこちらはバレルさんのギャラリースペースになります。こちらでは育成ライトをはじめバレルさんの製品を使ってさまざまな植物が管理展示されています。定番のアマテラス、ツクヨミからライティングダクト用のハデス、また人気のエクメアなど数えきれないほど設置されていました。ここに置いてある植物はすべて LED のみで管理されているそうです。室内管理が中心の方であればまさに憧れの空間ですね。置いてある植物はアガベ、ビカク、盆栽、コーデックスなど様々です。ちなみに植物は基本的に社長のダイモンさん自ら管理されており、ダイモンさんご自身も植物がお好きということでしたので、僕たち植物愛好家と同じ目線をお持ちの方で、とても話が合いました。こういった方が開発したライトだからこそ安心して使えますし、バレルさんのライトは他と一線を画すライトなんだと思います。バレルさんはインテリアコーディネートにも力を入れているので、見せ方にもこだわりがあり、植物レンタルをしている僕もこの空間作りはとても参考になりました。そして個人的に特に気になったのがこちらの盆栽コーナーです。盆栽もどうにか室内で管理できないかと考えていましたので、実際に管理している様子を拝見でき、とても勉強になりました。長いものはなんと3年以上も育成ライトのみで管理できているそうです。今アガベや開墾が室内で楽しめるようになったのは育成ライトの進歩のおかげですが、その先駆けとなったのがバレルさんだと思っています。実際僕も室内でアガベやカイコンを育て始めたのはバレルさんのライトの存在を知ってからですし、植物の楽しみ方の幅を広げてくれた存在だと思っています。新しいライトのお話もお聞きしましたが、それはもはやほぼ太陽光に近い波長を持つライトでした。そういったライトも出てきていますので、今後盆栽をはじめ屋外管理が当たり前と言われている植物も室内でも楽しめるようになるのだと思います。続いて撮影用のスタジオにやってきました。こちらはよりリアルな生活空間に近いレイアウトで植物を使った
インテリアがイメージしやすい空間となっていました。観葉植物のレイアウトは基本的に窓の位置によって決めるのが当たり前でしたが、観葉植物界隈にも育成ライトがもっと広がればグリーンインテリアの幅が広がりそうですね。部屋が暗くて植物を置けない、植物のサイズが大きすぎて光を満足に当てられないという方は、ワレルさんのレイアウトを参考にぜひ育成ライトを試してみてください。最後にオフィスにやってきました。ここでバレーさんの製品が開発されています。そう考えるとちょっとドキドキしますね。それにこんなおしゃれな空間で仕事ができるなんて羨ましい限りです。そして今回の見学で特に印象に残ったのがこちらのアガベアコーデックスを管理されているスペースです。こんな飾り方が室内でできたら最高ですね。リムさんもとても興奮していました。ちなみにここに設置している棚はリムさんの棚になります。制作をご希望の方はリムさんまでどうぞ。ここにある植物もダイモンさん自らお選びになったとのことで、本当に植物がお好きなんですねと話がとても盛り上がりました。先ほども言いましたが、植物が好きでその植物を育てるために開発されたライトだからこそバレルさんのライトが優れているのだと思います。こんな感じでバレルさんのオフィスを堪能してきました。ダイモンさん、バレルのスタッフの皆様、貴重な体験を本当にありがとうございました。今回は人気の植物育成ライトメーカーのバレルさんのオフィス見学の様子をお届けしました。今開発中の製品や新製品のお話なども詳しく聞いてきましたので、それはまた実際に商品をお見せしながらご紹介できればと思います。また一般の方の見学はお断りしているそうですが、実は今リムさんとバレーさんのギャラリーを使わせていただき、展示販売会などできればと話を進めておりますので、もし実現できましたらぜひ皆様もバレーさんのギャラリーにお越しください。では今回はこれで以上になります。この動画が面白かったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。